中村長江社長の井上でございます株主の皆様には平素より当社事業に対し多大なるご理解ご支援を賜り厚く御礼を申し上げます本日は私より2020年3月期第二四半期の決算などについてご説明を申し上げますまず初めに当社が債務超過の解消に向けて取り組んでいるこれらの 構造改革の進捗についてご報告をさせていただきますまずはダイヤモンドワイヤー生産設備の譲渡および技術供与についてです当社は2019年8月30日に中国の高層3庁舎との間で当社ダイヤモンドワイヤー生産設備の譲渡および技術供与に関する正式契約を締結いたしました この契約は機械設備の譲渡額と技術対価を合わせ総額22億円の契約になりますが今期についてはこのうちダイヤモンドワイヤー製造装置の譲渡対価として約14億円技術供与等の対価として約3億円を計上できる見込みであり来期には一定の生産条件を達成した時の技術供与の対価として 約5億円を見込んでおりますなお本契約には機械設備の輸送費や人件費など数億円の費用が必要となる見込みであります現在の進捗状況といたしましては契約通り進捗しており特に問題などは発生しておりません続いてダイヤモンドワイヤー生産事業からの撤退です当社は2019年 9月13日にダイイヤヤモンドワイヤー生産事業からの撤退を発表いたたししました昨年度から大きく下落したダイヤモンドワイヤーの販売価格が今年度に入っても継続して下落したため当社といたしましては国際線ダイヤモンドワイヤーの販売にシフトいたしましたが市場への普及には一定の時間が必要であると判断をしまた 2020年3月期末までの債務超過の解消が必須であるとの判断からダイヤモンドワイヤー生産事業からの撤退を判断いたしました最後に不労合成による受託合成事業からの撤退です当社は2019年8月30日に新規事業開発として取り組んでおりました 住宅合成事業からの撤退を発表いたしました不老合成受託に関する事業化を目指し取り組んでおりましたが計画していた売上の達成が困難な状況でありまた2020年3月期末までの債務超過の解消が必須であるとの判断から受託合成事業からの撤退を判断をいたしました今後はマイクロリアクター技術を用いた フロー合成システムの開発・販売に注力をしてまいります続きまして、当社の2020年3月期第二四半期の決算についてご報告をさせていただきます連結 PL サマリーについてご説明をいたします2020年3月期、第二四半期は主力製品であるダイヤモンドワイヤー販売事業においてダイヤモンドワイヤー販売価格は 下落したことや生産工場を閉鎖したことにより生産体制が縮小したことなどにより売上高は前年同期を大きく下回り14億7,800万円となりました損益面につきましては売上の減少に伴う収益の悪化により営業損失が4億5,300万円経常損失が5億7,400万円 親会社株主に帰属する市販機準損失が9億万円となりました。なお前年同期につきましては当社固定資産の減損処理やダイヤモンドワイヤー製品および原材料などの評価減を行った結果により多額の損失を計上しておりました。次に、 セグメント別での売上高、営業利益につきままししてご説明をいたしますなお個別のセグメントの状況につきましては後ほどご説明をいたしますので数字のみご説明をいたしますダイヤモンドワイヤーの販売を行っている電子材料スライス周辺事業では売上高が4億3100万円営業損失が4億6300万円 特殊精密機事業におきましては、売上高が4億2,200万円、営業利益が98万円、化学専用防止ノゾル事業におきましては、売上高が6億1,300万円、営業利益が8,700万円となりました。また、その他の欄は、主に新規事業によるものですが、当第二四半期につきましては、 売上高が1000万円、営業損失が7800万円となりました。次に、セグメント別での業績結果についてご説明をいたします。まずは、ダイヤモンドワイヤー販売を行う電子材料スライス周辺事業についてご説明をいたします。昨年、約7割下落したダイヤモンドワイヤーの販売価格が今年度に入り、 さらに下落したことに加えダイヤモンドワイヤー生産工場である沖縄工場と泉代犬工場を閉鎖し生産体制が縮小した影響などにより売上高は4億3100万円と前年同期を大きく下回る結果となり損益面につきましては固定資産の減損処理やダイヤモンドワイヤー製品在庫等の評価減を実施した前年同期からの 損失額は減少しているもののダイヤモンドワイヤー販売価格の下落や減収に伴う収益悪化の影響を受け4億6300万円の損失を計上する結果となりました。下記につきましてはすでに開示いたしておりますとおり本年11月末をもってダイヤモンドワイヤーの生産事業からの撤退をすることといたしており今後につきましては ダイヤモンドワイヤーー生生産技術の優位性を生かしダイイヤヤモンドワイヤー製造装置販売や45ミクロン以下の国際線ダイヤモンドワイヤー開発などに取り組んでまいります続きまして特殊精密機器事業の行政結果についてご説明をいたします同事業の市場は米中貿易摩擦の影響により厳しい環境ではありますが当社のダイヤ加工技術の優位性から 現時点において影響は限定的であり、り前年同期費と同期とと水準の売上上高を計上する結果となりました。損益面につきましては本社経費の配布前の営業利益は前期と同水準であったものの本社経費の配布比率を売上高安分としていることから本社経費の負担額が大幅に増加したことにより前年同期を大きく下回る結果となりました。 下記につきましては、事業環境は引き続き厳しいものになると思われますが、顧客や受注品目を増やすなど、米中貿易摩擦の影響の極小化に努めてまいります。続いて、子会社日本ノズルの化学専用防止ノズル事業についてご説明をいたします。同事業につきましては、不織布用ノズルの販売が伸びており、また、 同社の製品品質が市場に高く評価されていることから安定的に売上利益を計上しておりますしかしながら前期には大型の不織布製造装置案件の売上利益計上があったため前年同期と比較すると減収減益となっておりますがその影響を除いて比較をすると前年同期とほぼ同水準で推移をしております下期につきましては 中国経済の減速の影響により市場環境が悪化する恐れもあるため、市場動向を慎重に見極めるとともに、中国以外の地域への取引拡大に努めてまいります。それでは、当社の2020年3月期の業績見通しについてご説明をいたします。2020年3月期通期の業績見通しは、売上高につきましては、 ダイヤモンドワイヤー販売の縮小の影響を受け、前期を下回る見通しであり、損益面につきましては、固定資産の減損処理やダイヤモンドワイヤー製品などの評価減を行った前期に対し改善はするものの依然として、厳しい事業環境は続いておりますことから、損失を計上する見通しであります。しかし、高層3庁社へのダイヤモンドワイヤー生産設備の譲渡を進めており、 この影響により特別利益を計上できる見込みであることなどから最終損益は2億5千万円の利益計上を見込んでおります。なお高素三庁社へのダイヤモンドワイヤー生産設備の譲渡に関しては主に第4四半期に譲渡額が特別利益として計上される予定でありますが費用については発生時に計上する必要があることから 第二四半期において約二億二千五百万円を。第三四半期につきましても相当額の特別損失を先行して計上する見込みであります。それでは当社の債務超過の解消に向けた取り組みについてご説明をいたします。当社は二千十八年十二月二十七日にエボファンドを割り当て先として。五百万株の新株予約権を発行しております。 そのうち第6回新株予約権につきましては本年9月11日までに行使が完了し第7回新株予約権につきましても本年11月1日までに行使が完了しておりそれぞれ約15億7000万円約5億2000万円が払い込まれております。当社は、 既存事業における損失計上の抑制、高素参庁者への固定資産の譲渡および技術供与、新株予約権の行使、また、有給資産の売却などを進めていくことにより、今期中の債務超過の解消を目指し、前者一丸となって取り組んでまいります。当社は、当四半期末の時点においても債務超過の状態となっております。 株主の皆様には、ご心配をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。当社といたしましては、早期の収益回復を目指すとともに、各種施策を実施し、一刻も早く債務超過が解消できるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。株主の皆様には、引き続きのご支援のほど、よろしくお願いをいたします。以上で、私からの説明を終わらせていただきます。